どうもバーンです。今日はローテーションの一環で、1号機を持ってきました。1号機はですね、前回、琵琶湖にね、岸の浅瀬のところで、不時着、落水してしまいましたですね。原因はちょっと今もってよくわからないです。で、おそらく、左エルロンのサーボがね故障していたんではないかなというふうに思うんですけども、ね、それから各部いろいろチェックしてみました。チェックしてみたんですけども、ね、左エルロンこちらなんですけどもね、じゃあこっちか、これだ、なんともないんですよ。なので、万全の確認をしてきたんで、もう一回ねちょっと飛ばしてみようと思います。あとちょっと変えたところとしましては、フロートの取り付け位置、これ間違ってました。設計上の取り付け位置よりもね、ちょっと後ろになってましたね。なんですけれども、今回はちゃんと設計上の正しい位置に、取り付けてきました。あとそれからこれも変えてるな、水上のタキシング用の舵のサーボからのリンケージなんですけども、押して引く方式、プッシュプル方式ですねに変更しました。まあ、こうやっとかないと、こんだけリンケージが長いとね、おそらく、操縦がねままならないんじゃないかなというふうに思いますね。まあそんなことよりもとにかくこのフロートをつけて飛ばないことにはね、話にならないんで、まずは手投げで、水蒸気なんですけど手投げで投げて、でちょっとまあ万全を期してですね、ちょっと護岸の方をまずは飛ばしてみて、こっちの方にこうぐーっとこう行って、でもしうまくいくようであれば左旋回して琵琶湖の方に行こうというふうに思いますね。はい、というわけでとりあえず準備していきます。他はね、一応ねギアもランディングギアも持ってきたんですけども、1回目のその護岸の離陸ですね、これでまあもしうまくいかないようであればとりあえずまたランディングギアに戻します。そのために、ね、一応持ってきました。それでは準備していきます。はい、どうもです。そうしましたら1号機テイクオフです。バッテリーは3セル300ミリアンペアじゃなかった、1100ミリアンペアアワー、残量 99% です。プロペラは、実績のある10インチにして、とりあえず元に戻します。8インチとか9インチとか言ってましたけれども、それではテイクオフです。タイマーは一応3分にしておきます。間もなく日の出です。日の出をの瞬間にテイクオフの予定です。あ、そうそう、とりあえずカメラは積みません。飛ぶことがね優先なんで、まあでもこんだけでかかったらカメラうんぬんもないか、積んでみようか。いやいや、念には念を入れて、まずは飛ばないことには始まらない。とりあえず、カメラなし、プロペラはとりあえず飛んだことのある、10インチで、テイクオフします。
まあ、大地を見て遠くに行かずに飛んでたんですけども、上空30メートルぐらい目の前で旋回し中にモーターストップなんですよ。ノーコンではなくてモーターストップですね。これはどういうことなんだ。効力がでかすぎるんかな。ちょっとバッテリーの残量を見ます。一旦カット。そしてですね、効力がでかいんかスピードが全然出ないんですよ。で、一回失速しましたよね。なので、まあ、カメラつまなくてよかったなといったところですね。何がダメなんだろう。とりあえずバッテリー残量をちょっと調べてモーターの発熱等がないか確認します。はい、ね、原因分かりましたね。モーター異常発熱してます。これはまずいぞ。だからこんだけいろんな、まあ、重い機体を、しかもちょっと大きめのプロペラで回すもんだから、負荷が高すぎるんですね。なので、おそらくアンプかモーターが、熱停止してしまったものと考えられますね。なるほどなぁと。これは大きな知見ですね。ちょっとバッテリー残量も見ます。とりあえずこのセッティングの状態では飛ばしちゃダメということになりますね。はい、ね、バッテリー残量はね、52%。電欠っていうわけじゃないですね。やっぱり、負荷が高すぎるというのが原因のようですね。プロペラをちょっと小さめにして負荷をね軽減するというような工夫をしてみます。なんと本日ジエンドです。これご覧ください。何らかのトラブルが発生してモーターがね、焼き付いたのかってとこですね。大きな負荷をモーターにかけてしまったようですね。ってとこです。とりあえずこれはどうすればいいんだ。この現場ではどうしようもない。本日以上ではあるんですけども、モーターね、これまあ格安のモーターでね、1個400件か500件ぐらいなんでね、アリエクスプレスで、まあ、ストックも1個あるんで、まあ、交換すればいいんですけれども、効力が大きい飛行機を飛ばすということは非常によろしくないということが分かりました。どうすべ、これから1号機せっかく水上のねフロート作ったんですけれどもね、地上のランディングギアだけでまあ行っとくかってとこですね。そうか、大電流が流せられるような工夫をね、パーツを組み替えていくかといったとこではありますけれども、まああんまりお金をねかけたくないっていうのもありますしね。4セル化するというのもまあ手ですけれども、4セルの部品は3号機に使っちゃってますんでね、3号機バラすのもねちょっと心もとないといったところですね。まあ、とりあえずストックのモーターを、交換して、で動作確認して、でランディングギアで、まあ、しばらく行っとくかなと。だから水上飛行機化の夢はですね、まだ夢のまた夢と。水上飛行機化はすごくハードルが高いなというふうに思いました。本日以上です。ではでは。